皆さんこんにちは、ハイキーイラストレーターのアリです。今日も楽しんで描くハイキーイラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使ってハイキーの描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップもやっておりますので、興味がある方はぜひご確認ください。さあ今回なんですが、今回はプロクリエイトのレイヤーをマスターしようという回になります。僕がよく使っているこの iPad のアプリのプロクリエイトなんですが、結構ですね、この機能の紹介とかをまとめて一気にやってるっていう動画があるんですが、今回ですね、ちょっとレイヤーにですね、特化したとか、まあ、レイヤーのこの役割をですね、もう全部説明した回になります。やはりイラスト、デジタルイラストを描く上ではですね、レイヤーっていうのは非常に大事になってくるんですね。で、レイヤーっていうのは非常に大事になってくるってことは、レイヤーの設定とか、レイヤーの機能っていうのを覚えることによって、イラストの効率化だったりですね、イラストの完成度、を上げることができますので、ぜひですね、今回最後まで見て、レイヤーマスターしてみてください。それでは早速やっていきましょう。さあ今回、項目としてこういうことを用意しております。レイヤー設定を使ってイラストを効率よく描こうということになります。で、効率よく描くために、だったり、そのレイヤーのこの設定っていうのはですね、ここのレイヤーボタンをポイッと押すと、こんな感じで、ここにね、抽出してるんですが、名前の変更とか選択とかですね、こんな感じでレイヤーに対するこう設定がね、いろいろできます。まあ、アクションですね。で、この中の使える項目を実際使っていきましょうってことなんですが、まあ、ここに米印で書いてますが、まあ、大体の項目が、ね、意外と使うことがあるので、今回はもう全部ですね、上から下まで説明していきたいと思います。で、こっちにショートカットがあるんですが、これはですね、随時出てきた時に紹介していこうかなと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。さあ、まずは名前を変更。これですね。これもそのまんまですね。ここに名前を変更することができます。これ、レイヤーとですね。レイヤー01とかしてあげると、レイヤー01に名前が変わるよっていう声ですね。まあ、その次、これはもうこのままなんで、次に早速いきたいと思うんですが、さあ次ですね。次は、選択。これ選択というのは、このレイヤーの中のオブジェクトを選択することができます。今このレイヤーの中にこの赤の四角を書いてるんですが、これ選択をしてあげると、今赤の四角が選択されました。なのでこうやって動かしてあげると、赤のね、四角が選択された状態で持っていくことができます。あとは、選択をした後に、こういう感じで選択範囲をさらに反転したりとか、さらに追加してそこの選択を足していったりとか、いうこともできます。なので、この選択っていうのは、レイヤーの中のオブジェクトを選択っていうのも選択ですね。この辺も全部ね、レイヤーにかかってくるので、次のコピーっていうのも押してあげて、コピーを押すと、このレイヤーの中のオブジェクト、この赤い四角ですね。これを今コピーすることに成功しました。で、コピーした後、貼り付けなんですが、貼り付けはですね、こっちの設定からもできるんですが、ここでショートカット、ここに出てきますね。3本指で上にスワイプ。で、これをやってあげると、上にスワイプすると、コピー&ペーストのショートカットが出てきますので、まあ、これでですね、コピーとかペーストができます。で、今、このレイヤーの、これね、コピーしてるので、ペーストをしてあげると、こんな感じで、コピーされた、このレイヤーの、この赤いやつですね、がここに貼り付けすることができました。こんな感じですね。なので、レイヤー全体ですね。レイヤーの中にあるオブジェクトっていうのをそのままコピーすることができます。例えばこのテーマっていうレイヤーをですね、コピーしてあげると、また貼り付けてみましょう。そしたら、こんな感じで、このプロクリエイトのレイヤーをマスターしようっていうレイヤーをそのままコピーして、今、ショートカット3本指で上にスワイプすることで貼り付けることができました。こんな感じで、レイヤー全体をこうコピーしたいとかいうときは、このやり方とですね、もう一個、レイヤー自体を、左側にですね、スッとスワイプすると、よいしょ。こんな感じで、ロック複製削除っていうのが出てきます。これの複製っていうのをしてあげても、同じようにレイヤーを複製することができます。なので、コピーでもいいですし、コピー貼り付けでもいいですし、複製して持っていくこともできますので、まあ、これでもですね、レイヤーコピーはできます。
で、このコピーっていうのは、クリップボードっていう場所に、この架空の場所に貼り付けられるので、例えばこのプロクリエイトじゃない、例えばプロクリエイトからアドビフレスコとかに持っていく場合も、アドビフレスコ側でレイヤー上にペーストっていうのをしてあげると、ここの今コピーしたレイヤーのオブジェクトをですね、アドビフレスコに貼り付けることができますので、まあ、そんな感じでですね、コピーは使ってあげてください。レイヤーをただコピーしたい場合っていうのは、今言ったように左にスワイプの複製で問題なくできます。で、この左のスワイプした残りのロックと削除なんですが、このロックっていうのはもう触れなくなりますよってことですね。なので、もういじりたくないレイヤーはこれでロックしてしまいましょう。こんな感じでね、何もできなくなります。で、ロック解除はもう一回同じところを押してあげます。で、削除はレイヤーを消してあげるんですね。こんな感じで左にスワイプすることで、レイヤーを複製したりするショートカットになりますので、これも覚えておいてください。さあ、どんどん進んでいきます。さあ、次ですね。レイヤーを塗りつぶす。これは、もうそのまんまですね。レイヤーを今の描画色で塗りつぶしてあげることができます。これはもう一気に塗りたい時とかですね、これでやってもいいですし、まあ、この塗りつぶすに関しては、ここのカラーから持っていくと塗りつぶすことができますので、まあ、こっちの方が早いですね。なので、まあ、そんなに使わないショートカットになるかなと思います。さあ、次が、選択部分を消去っていうのは、でも、まあ、まんまというか、まんまですね。タップしてあげて、選択。今ね、レイヤー全体を選択したんですが、そこを消去してみました。とか、例えばここだけこう、選択してあげたところを、消去ってしてあげると、そこだけ、切り取ることができます。まあ、これもまんまですね。選択部分を消すことができるっていうのが選択部分の消去になります。で次、アルファロック。これはですね、アルファロックっていうのを押してあげると、今こう画面白に見えるんですが、この一番下のレイヤーがですね、白に見えるんですが、これってね、描画色で塗ってるだけなので、本当は透明なんですね。なので、透明部分以外にアルファロックっていうのをかけてあげると、透明部分以外にですね、色を塗ることができなくなります。それどういうことかっていうと、こんな感じで、いやもうすでに色が置いてあるところにしか色が塗れなくなるんですね。で透明部分の保護とか言ったりする、他のソフトはですね、するものになります。なので、これ赤のね、赤のこの形で書いたけど、赤じゃなくて緑にしたかったなって時はこのアルファロックをかけて緑を塗ってあげると緑色に変えることができます。こんな感じですね。で、このアルファロックですね。これはですね、今解除しました。これはですね、ここにショートカットがあってですね、レイヤーを2本指で右にスワイプすることでアルファロックをかけることができます。なので、レイヤーを、右側に2本指でスワイプしてあげると、こんな感じで、同じようにアルファロックをかけることができますので、これも覚えておくと、めちゃくちゃ早いショートカットになります。もう一回やったらね、解除されます。このアルファロックっていうのはすごい使うんですね。僕の場合はなんですが、なので、この2本指のスワイプっていうのは本当にね、重宝するので、まあ、なんとなく覚えておいてもらえるといいかなと思いますので、ぜひですね、使ってみてください。あ、そしてマスク。次にマスクですね。マスクっていうのは何かって言いますと、ちょっと一回消しますね。マスクっていうのはですね、マスクって押してあげると1個上にレイヤーがくっつくんですね。このレイヤーの上にマスクがくっつきました。で、このマスク何かって言いますと、この今黒色ですね。黒色でこう書いた部分が、要は透明化されるんですね。これ透明になってます。一番下の描画色の白を消してあげると、透明の黒になるので、背景がね、黒いんで、まあ、黒くなります。まあ、こんな感じでですね、本当は書いてるんだけど、なのでこのレイヤーのこの表示を消してあげると、これ出てきますね。本当は書いてるんだけど、マスクっていうので、まあ、上からこう隠してあげてる感じになります。なので、いらない部分を、こうやって黒のね、ペンで、だって隠すことができます。これがマスクになります。で、このマスクを消したい場合はですね、これの白色で書いてあげると、こういう感じでまた現れることになります。
なので黒でマスクに色を塗ってあげると隠すことができます。で逆に白で塗ると隠したところをもう一回表示することができます。なので黒と白でですね、このマスクっていうのを使い分けてあげると、このマスクもですね、かなり大事になっていきますので、なんかこう、大きめに描いちゃった場合とか、で、消しゴムで消すと、なんか後から失敗で、もう一回形変えたいなって時に、ね、やり直しづらいんで、マスクをかけといて、もし失敗したらまた白で上からですね、描き直せば、マスクの形を変えれますので、そういう感じで、後からやり直したいなって時に、マスクは非常に便利になってきますので、マスクはですね、かなり便利な機能となっております。で、その次のマスクをクリップ。これはね、何かって言いますと、マスクっていうのはね、さっきやったのと一緒なんですが、このクリップってすると、この下のレイヤーにですね、ちょっとわかりづらいですが、この矢印ですね、下のレイヤーにこう入ります。これね、ちょっと見といてくださいね。これね、マスクをクリップを押すと、こう右側にちょっとだけこう、うにょっとね、入っていきます。で、これをするとどうなるかっていうと、この上のレイヤーはですね、この下のレイヤーに書いてる部分にしか書けなくなります。さっきのアルバロックと一緒ですね。こんな感じ。で、本当はですね、この四角形の部分以外にも黄色で書かれているんですが、マスクをクリップっていうのをしてあげてると、ここの四角でしか表示されなくなるっていうのがマスクをクリップですね。で、実際これを外してみるとどうなるかっていうと、こんな感じで出てきます。なので壁紙とかをですね、書きたい場合、こういう壁紙をね、書いてみようかなっていう時に、これを壁紙だとしましょう。こんな感じね。で、この四角にね、ギリギリに書くとちょっと大変なので、ちょっと大きめにこんな感じで書いてあげる。で、これをマスクをクリップをしてあげると、その下の壁の形で切り抜きをすることができますので、こういう形で壁紙を貼ってあげたりとか、なんかこう、机の模様を入れてあげたりとか、そういうのをするときに非常に便利になってきますので、このマスクをクリップっていうのもめちゃくちゃ使います。なので、これもですね、ぜひ覚えておいてください。さあ、結構いっぱいありますね。さあ、次はですね、描画アシスト。描画アシストですね。これもめちゃくちゃ使います。これ何かって言いますと、このスパナマークのキャンバスにですね、描画ガイドというものがあります。で、ここにですね、描画ガイドですね。この描画ガイドに、例えばこう、遠近法でですね、こういう3点通しとかで、描画ガイドを取ってあげた場合に、この描画アシストを押してあげると、このですね、3点通しのこのライン、この今引っ張られているこの青とかのラインですね、これに沿った線を描くことができます。こんな感じですね。こんな感じ。で、逆にこの線沿った以外の線は描けなくなりますので、ちょっとですね、他のを描くときは一回描画アシストを消さないといけないんですが、このパースに沿ったイラストを描きたいときは非常に便利になってきますので、これもめちゃくちゃ使う機能になります。パースとかの描き方はですね、過去の動画でやっておりますので、ぜひ概要欄の方からご覧ください。結構ですね、もうこの描画アシストもめちゃくちゃ僕は使っているので、もうこれがね、使いやすいがためにこのプロクリエイト使っているっていうところまであるので、ぜひ皆さんもですね、描画アシストを使ってみてください。さあ、今のが描画アシストでした。で、次にですね、次に、反転。この反転っていうのはですね、ここのレイヤーの色を反転します。まあ、ネガポジみたいな感じですね。なので、こんな感じで、この色の要素がですね、完全に反転されます。例えば、紫の反対は緑。で、青の反対は黄色みたいな形で、で、色が完全に反転されると。なので、まあ、そういうちょっとね、ネガっぽい感じだったり、なんか、面白い表現をしたい場合とかですね、これ一発で反転できますので、ぜひですね、これ覚えておくと使うところがあるかなと思います。でその次が基準になります。で基準っていうのはね、何かって言いますと、そこに書いているものを基準としていろいろするというものになります。だからそれが何なんだっていうところなんですが、それがですね、例えばこうリンゴみたいなのをこう書いてあげるとしましょう。こんな感じですね。で、これって色を塗るときですね。
このプロクリエイトで色を塗るときに、ここからこう持っていってあげると、こういう感じで色が塗れるんですが、これって同じレイヤーにしか塗れないんですね。例えば違うレイヤーに、今ここに線画が入ってます。違うレイヤーに持っていってあげると、こんな感じでレイヤー全体が塗りつぶされてしまうということになってしまいますので、これをね、どうにかしたいなって時に、基準っていうのを押してあげます。で基準っていうのを押してあげると、ここに基準って入るので、まあ、これがね、今基準になりました。で、何の基準かっていうと、例えば色を塗るときとかに、今違うレイヤーにね、この違うレイヤーに持っていったんですが、違うレイヤーに持っていったとしても、この基準となったレイヤーの線画に沿ってですね、こうやって色を入れることができるようになります。なので、線画だけ後で抽出したりとか、色だけ後で抽出したりとかいうのが非常に楽になる方法になりますので、例えば線画を描いて、違うところの色塗りはもうベタ塗りでしたいなとか思う場合は、この基準っていうのをですね、やってあげるとかなり効率的に描くことができますので、ぜひですね、キャラクターイラストとかは特にね、必要になってくるかもしれませんので、そういうのを描いてる方は参考にしてみてください。さあ、なかなかね、長いことやってきましたが、残り下絵結合と、すぐ下と組み合わせるの残り2つになりました。で、この下に結合っていうのはですね、なんかもうそのまんまなんですが、レイヤーを、例えばこういうレイヤー、ここにね、こういうのを書いた場合、今このレイヤーが2個分かれてますね。これ下に結合すると、一つのレイヤーに、一つにこう結合することができます。で、これもショートカットがありまして、レイヤーを複数ピンチインすることで、レイヤーを統合することができます。それ何かって言いますと、今ここの2つのレイヤーね、今巻き戻したんですが、これを、今押して下絵結合したんですが、二つこうくっつけること、指でこうね、ピンチインすることで結合することができますので、これを覚えておくとですね、こうやっていちいちこれを開かなくても、こういう感じでこうくっつけて一つにすることができます。例えばこれ三つとかあってもね、四つとかあってもこれ一つにすることができますので、これも覚えておくとかなりスピードが速くなるショートカットの一つなので、下絵結合はレイヤーのピンチインで覚えておいてください。で、最後の、このすぐ下と組み合わせる。これはですね、上の結合と同じじゃんって思うんですが、これ押してみると、グループ化されるんですね。なので、これは、下のレイヤーと、今選択しているレイヤーを一つの同じグループに収めることができます。で、グループ化するとですね、後からこういう感じでレイヤーを分けることができる上に、こういくらたくさんレイヤーがあったとしても、このグループの一つですね、スッと入るので、かなり整理がつきやすいものになります。なので、このグループ化もですね、非常に大事になっていきます。あとはグループをタップすると、フラット化で一つのレイヤーにすることもできますので、グループ化は非常にね、使いますので、覚えておいてください。で、最後ですね、このグループ化のショートカットもあります。それがレイヤーを右にスワイプ。で、これでレイヤーを選択することができますので、あとはこれいっぱいね、レイヤーがあったとしましょう。で、右側にですね、スワイプしてあげると、こんな感じで複数選択することができます。で、複数選択すると、この上にですね、削除とグループ化っていうのが出てきますので、これのグループ化をしてあげると、こういう感じで一つのグループにね、いっぱいレイヤーが入ることになります。なので、これを使って、いろいろですね、例えばこの項目とテーマとタイトルを一つのグループにしたいなって時は、こんな感じで、この3つをグループ化。で、こっちをグループ化。みたいな感じで、グループ化もショートカットがありますので、このグループ化もですね、めちゃくちゃ使いますので、ぜひですね、ショートカットでできるように覚えておいてください。あとはですね、レイヤーはここの N を押してあげると、こういう感じでレイヤーの、レイヤー効果っていうものが出てきますが、これはですね、また別の動画で一個一個説明しておりますので、そちら概要欄の方に貼っておりますので、そちらをぜひ確認してみてください。はい。というわけでいかがだったでしょうか。結構ね、駆け足だったんですが、まあ、全部レイヤーのね、設定説明になりました。一個一個ですね、説明したんですが、こう全部どこかで使う機会がある機能なんですね。なので、ぜひですね、このレイヤー、この機能をちょこちょこ使ってですね、なんかこう、効率的にイラストを描けるようにですね、やってみると、意外とですね、作業のスピードとか上がったりしますので、このレイヤーの機能はですね、かなり覚えておいて損はないと思います。あとはこのショートカットですね。ショートカットもぜひですね、このレイヤーの機能と合わせて使えるようになると、さらに効率化ができるようになりますので、
ぜひですね、どっちも使えるようになって、バンバンですね、プロクリエイトでイラストを描いていっていただければと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。今回はプロクリエイトのレイヤーをマスターしようという回になりました。ぜひですね、レイヤー機能をマスターして、いろんなイラストを描いていってみてください。今回の動画がですね、面白かったり参考になったりという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また、ウェブの方もですね、やっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS、自分のイラストのですね、販売等もやっております。またですね、メンバーシップの方も始めましたので、ぜひですね、下の方のメンバーシップというところからですね、確認していただければと思います。この背景イラストを一緒に描きたい仲間とかですね、が、みんなで集まれるようなコミュニティを作っていきたいなと思っておりますので、まだまだ駆け出しですが、興味がある方はぜひご一行ください。詳しい内容はですね、概要欄の方に動画を貼っておりますので、そちらも確認してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。